ネレーションズの新プロジェクトプロデュース69カラーズが発表された。今年6人体制となり、現在開催中のジェネレーションズライブツアー2024ジェネレーションズ 2.0 を皮切りに新たなスタートを切った。彼にとって初めての大型プロジェクトがプロデュース69カラーズだ。このプロジェクトでは2025年2月から6ヶ月連続でメンバーそれぞれがプロデュースした楽曲をリリース。それ以上の詳細は明かされていないが、バラエティ番組やドラマ、映画への出演など様々な分野で活躍するジェネレーションズの個性あふれる6人の色がより一層垣間見れるプロジェクトになるだろう。プロジェクトの発表を受けてメンバーの白浜亜嵐は、それぞれが思い描くジンをどのような色に染めていくのか楽しみです。また6ヶ月連続リリースということで、ドリーマーズの皆さんを飽きさすことなく2025年も駆け抜けていきたいと思いますと語っている。